バガモヨは、タンザニアの都市。旧ドイツ領時代の名称は、カール・ペータース。人口3万人。タンガニーカ中央部海岸に位置し、プワニ州に属する。インド洋に面し、ザンジバルの向かいにあることから、奴隷の輸出港として19世紀に発展を遂げ、ドイツ領東アフリカ成立時には、首都となった。バガモヨ周辺には、古くから、 アラブ人が交易のため訪れており、海沿いに5キロメートル南には13世紀頃の都市国家であるカオレ遺跡があり、モスクなどの遺構が残っている。カオレ衰退後、18世紀半ばまでは、バガモヨは小さな交易地に過ぎず、住民はゴムや魚、塩の交易に携わっていた。18世紀末、オマーンからアラブ人の植民者がバガモヨにやってきた。 彼らは地元民から塩の交易税を取り、これによって勢力を増した。19世紀中盤には、対岸のザンジバルに、オマーン国王、サイード・サイードが王都を建設したため、バガモヨはこの地域の中心的交易港となった。バガモヨには、奥地のタンガニイカ湖畔やビクトリア湖畔から、奴隷や造下を積んだキャラバンがやってくるようになり、バガモヨからザンジバルへと移出されていった。 バガ模様とは、ツワヒリ語で、心を置いていくという意味であるが、これは売られていく奴隷たちの、私は心をここに残していくという悲痛な叫びか、それとも、奴隷商人たちの、ここで仕事が終わる、休息できる場所という安堵の意味なのかについては、解釈が分かれる。1873年にはイギリスがザンジバル・スルターン国に圧力をかけて、奴隷貿易は禁止されたが、 その後も19世紀末に至るまで、密かに続けられた。また、バガモヨは、内陸部への交易ルートの出発点であったため、ヨーロッパ諸国から宣教師がやってきたほか、リチャード・フランシス・バートン、ジョン・ハニング・スピーク、ヘンリー・モートン・スタンリーなどがここを起点として、内陸部の探検を行った。バガモヨは1886年には、 ドイツ領東アフリカの首都となったが、港の水深が浅かったため、1891年には、南のダルエスサラームへと首都は移された。そして1905年、ダルエスサラームから、内陸部への鉄道が計画され、後に開通するに至って、バガモヨの衰退は、決定的となった。現在、バガモヨには、バガモヨ芸術大学が置かれ、アフリカの伝統的な芸術を教えている。 また、ダウセンの工場もあり、中国によって、港湾も開発されている。ありがとうございます。